妖怪というのはですね、昔の人たちっていうのは自分の身の回りに闇というものがすごく日常的に広がな朝霧が立つこの地は、江戸時代に妖怪物語伊能もののけ録の舞台となりました。2019年4月湯本浩一記念日本妖怪博物館三好もののけミュージアムが誕生。伊能もののけ録についての資料と妖怪研究家湯本浩一氏から寄贈された約5000点もの妖怪資料により、日本の妖怪文化の流れを知り、体感できるミュージアムです。
Thank you.